社長も経費削減できますので、こちらでお力にならせてください。はい。いや、悪くないですね。何か一個ちょっと突っ込むべきところがあるとするならば、テスクロ、クロージングのやり方のコツ、タイミングを教えてください。上司にクロージングが弱いと言われます。初歩的な質問です。すいません。全然すいませんじゃない。謝らない。もうね、ありがとうございます。これね、よくどうですか皆さん言われないですか、クロージングが弱い。どういうことみたいなね。クロージングが弱い。じゃあどうしたらいいのってところなんですけども。はい。全然まあ初歩的というかね、皆さん。そういうのは絶対あります。はい。で、テスクロなんですけども、まあ、基本的にね、ヒアリングの前ですね。一発目。ヒアリングの前ですね。商談の時に。だ絶対ね、ヒアリングとかね、するはずなんですけども、そのヒアリングの前です。ヒアリングの前に、テスクロ一発打つ。うん。一発ですね。まあ、二発、三発打ってもいいんですけど、一発目はまず、ここですね。はい。一発目はまず、ここ。ここの時に、もう興味がなかったら断ってくれよ、と。うん。まあ、その上でね、これやったんやなと。これやったんやなと思ったら、ぜひ、スタートしてください。そんな感じで、1時間ぐらいお話しさせていただきますけど、よろしいでしょうか、ってこんな感じでね。これを言えるかどうかです。これがまず、テスクロのタイミングですね。で、クロージングが弱い。なんて言ってるのかな？最後になんて言ってるかですね。なんて言ってるかな？最後に、まあ、商品説明しました。料金説明しました。その最後に、なんて言ってるかな。まあ、多くの方がですよ。多くのちょっと、若干間違えてる営業さんは、ぜひね、この機会に、はい、ご検討ください。って言っちゃってる方が、やっぱり多いんですよ。その上でなんて言ってるのか。これに対して、なんて言ってるのかなんですよね。なんて言ってるのか。はい。で、これで間違ってたら訂正入れますし、まあ、当てたとしても何て言ってるのかなって、ちょっと何て言ってるかちょっとお返事ください。即決営業。あ、来ましたね、コメント。ありがとうございます。金額提示して最終この内容で、この内容であれば、社長も経費削減できます。こちらでお力にならせてください。このような感じで。いいですね。いや、悪くないですね。悪くない。悪くないですよ。悪くないですよ。クロージングが弱いって言われている上司の方に。はい。そして、こちらではお力にならせてくださいと言っている。さあ。理由もちゃんと言っている。社長も経費削減できますので、こちらでお力にならせてください。はい。いや、悪くないですね。何か一個ちょっと突っ込むべきところがあるとするならば、ちょっとお願いチックですね。お願いチックなんですよね。こう、お力にならせてください。まあ、どう言ってるかが非常に大事なんですけど、うん。いや、社長もね、もう、僕が力にならせてくださいって言っているのが、基本的に営業ってお願いではないのでね。お願いではないので。うん。僕だったら、まあ、ね、理由もちゃんと言えているので、社長も、もう本当にね、もう経費削減できますのでと。で、僕も力になりますので、やりましょうと。もう、スタートしましょうってね。任せてくださいぐらいのね。そうなんです。任せてくださいなんですよ。反応が上がる言葉ですね。はい、お任せください。ご安心ください。まあ、これちょっと商品によりますけど、一緒にやりましょう。はい。この3つはね、結構パワーワードですね。もう、僕に任せてくださいとかね。いや、もう、ご安心ください。もう、僕で、任せてくださいっていうね。あと一緒にやりましょうとか。この3つね、パワーワードなんで、ぜひね、どこで使ったらいいんですかって、別にどこでもいいですね。どこでもいいです。何かを訴えたいときは、ぜひこの言葉ね、結構パワーワードなんでね、使ってみてください。なんでね、ちょっとお願いチックに言っちゃっている。言っちゃっているね。言っちゃっているね。言っちゃっているんだったら、もうね、社長、もう僕に任せてくださいってね、任せてくださいってね、これ言った方がいいですね。で、あと一つ言えるんだったら、経費削減できるって、まあ確かによくわかるんですよ。めっちゃわかるんよ。ただその上で、やっぱ経費削減できるってことは、浮いたお金でこれに使えますとかね。ちょっとその先のことをね、先のことね。まあ僕、ベネフィットって言ったりしますけど、ベネフィットバーンってね、言っていただければ、まあ社長もより理解できるんで、ちょっとそこを意識してみてください。なんでね、お願いチックに言うんじゃなくてもね、やりましょう。やりましょう。僕にお任せくださいとかね。もう社長一緒にもう経費削減していきましょうとか。言っていただければ、ガーッと。
はい、ありがとうございます。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。